タグマッチの30分一本勝負、今日の解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。まあ、この田園コロシアム、本当にですね、マスカラスファンとババツルタファンに真っ二つに分かれたという感じですね。そうですね。しかしこの広い、ね、会場がもう本当にいっぱいですね。さすがにね、ビッグイベントにふさわしい大観客といいましょうか。まあ、その前のこの一戦なんですけれども、まあ、極道コンビも久々タッグを組んでの登場、そして外人サイドの2人もなかなかの大型で、アメリカではタッグの組んだ経験もあるということで、久々に会ってお前元気かなんていう感じだったですね。そうなんですね。キムドクがですね、オクラホマを中心に暴れている当時に、やはりこのタイヤがですね、オクラホマ地区でメキメキ売り出していたということで、当時何回かタッグを組んで戦ったこともある、本当に久しぶりであってですね、よしやろうじゃないかというようなコンビネーションですね。はい、それだけに今お話にもあった通り大変に大型の2人ですし、そういったその組んだ経験もあるということになりますと、まあ、大変に強力なチームワークを誇っていると見ていいでしょうね。しかしこの日本の極道コンビもアジアタッグのチャンピオンチームですから、そうやすやすとですね、この外人サイドの大型パワーファイターチームとですね、試合をしてはいけませんよね。そうですね。それはやはりね、その体格的に見ると、極道コンビもちょっとね食らい負けするという感じなんですけれども、キャリアその他から行きましてですね、十分に互角に戦えるものを持っている、これはもう退いちゃいけませんね。どんどん前進して極道コンビという名前にふさわしい暴れっぷりを見せてもらいたいですね。そうですね。さあ、お話の日本初遠征のランディ・タイラーが登場してまいりました。190センチ127キロ、なかなかの大型のパワーファイター。プロレスのキャリアが7年目ということ。ロープに飛んだ強烈な体当たり、タックルです。肩から当たりました。フライングメイヤー、タックルもなかなか思い切っていきますし、その後のラフプレー、首投げですね、いいですね。こういった髪の毛を取ったのラフプレー、なかなかこの選手は見た目通りのですねラフファイトを展開しますね。顔はね、大変にこのなんて言いましょうか、ノーブルなね、そのハンサムタイプなんですけれども、やることは荒っぽいですね。はい、まともやキムドクの登場、日本サイドは極道コンビの知恵袋、グレート小鹿の登場であります。さあ、足を取って足戻しに行きたいところだけれども、ぐっとサイドヘッドロック絞り上げますキムドク。まあ、徐々にですねキムドク選手も打倒鶴田の必殺計画が自分自身はっきりしてきたということを言ってますね。やはりね、これはもう狙いに狙っていた、待ちに待っていたチャンスをね、やっと掴むわけですから、まあ、口には出しませんけれども、内面で相当ね激しいものを持っていると、と同時にこのこっそりとチャンスを見つけては練習してるでしょうね。まあ、それからですね、アメリカのこのオクラホマからランディ・タイラー、旧知の友がやってきたということで、まあ、打倒鶴田のそのトレーニングを2人でですねずっと来日試合からやってるそうですよ。そうですね、はい、やはりね、キムドクの場合ね、やはり追う立場ですから、あんまり手の内を見せてしまってはいけないということで、かなりその隠密行動が多いようですね。まあ、それから、まあ、とうとう俺にもやっとチャンスがやってきたということで、絶対に負けられない、もし負けたらいつまたチャンスがやってくるかわからないということですからね。そうなんです。まあね、それはね、わざわざね、アメリカに帰るスケジュールをキャンセルして、もう頼みに頼んでハワイの PWF 本部に寄って、直談判してやっと掴んだチャンスですからね。キムドクがグレート小鹿を仕留めております。顎のあたりをロックした、そして右膝で背骨への攻撃ですね。そうです。これは完全にですね、二重攻撃、いわゆるダブルホールドですね。鶴田をチャンピオンの座から引きずり下ろすのがキムドクの最終目標であります。サイドヘッドロック、そしてランディ・タイラーにタッチ。このパンチも迫力ありますね。そうですね、体がね大きいし、これにスピードになったパンチやなんかやられるとですね、ちょっと答えるでしょうね。さあ、パワーがあります。パートナーの大久野元氏、130キロ、127キロランディ・タイラータッチです。そしてキムドクになかなか簡単には渡しませんね。そうですね、最後の一発がありますからね。このタッチをする際の、テクニックと
いうものが非常にそのタッグマッチの場合にね、はい、大きなポイントになってくるんですね。決してね劣勢のタッチはいけないと言われてますね。自分がつまり、劣勢に立った時にもう本当に苦し紛れで、はい、苦し紛れで、救いを求めるというのは一番そのマイナスポイントだと、もうあのタイラーとキムドクのやり方というのは完全に自分が優勢に立った時にタッグをしてますね。これは非常にいいですよ、まあ、ずっとタッグを組んでるそんな感じさえいたしますね。そうですね。130キロの大熊を豪快にフライングメイヤー、ランディ・タイラー、噂通りの大型のラスファイターであります。しかしそれにしてもこのランディ・タイラーという人ですね、はい、大きなお尻、そして太い足ですね、実にたくましいですね。あのキムドク選手が125キロ、上を行きます127キロですからね。むしろもうちょっとあるんじゃないでしょうか。キムドクがですね、はい、そばに一緒に立ってもなんかちょっと小さく見えるような感じがしますね。そのランディ・タイラーパンチ攻撃、髪の毛を持ちました。そしてまたタッチ、早いタッチワークです。外人サイド今日はあのコスチュームもですね2人揃ってグリーンに統一、2人がかりのツープラトンの攻撃、喉元に食い刺さりました。これはねクロスラインって言って非常に効果的なね、あの十字攻撃と言いましょうかね。危険な技ですね。非常にあの喉に当たりますね、はい、極道ファイティングまだ見られません。大熊元氏あれはねタフな大熊君ですからなんとか持ってますけれども、これ弱い人だったらね喉を潰されますよ、さあその大熊の髪の毛を持ってコーナーマット最上段、グレート小鹿が髪の毛を引っ張ってるというようなことをこのレフリーの和田恭平に抗議いたしました。しかしランディ・タイラーが間を図ります。この辺の呼吸がうまい。なかなかね、はい、キャリア7年と言いますけれどもやはり本場で揉まれてるだけに、はい、この今のフェイントモーションリアルレフリーのさあコーナーマット最上段からごまかし方なんか実にうまいですね。はい、そしてまとめはキムドクの攻撃、そしてさあどうかそのまま、ブレンバスターのようなフロントのヘッドロックに入りましたけれどもパワーで押し切りました、はい、今ちょっと狙ったんですね、ブレンバスターを、はい、しかしそこは重い大熊元氏であります。早いタッチワーク、ランディ・タイラー、まあ、このタイラーは現在一匹狼でオクラホマのあたりを主戦場にして回っているそうなんですが、今回の日本初来日はあのドリー・ファンクジュニアが馬場選手のもとへ行くように推薦したそうですね。そうでしょうね、はい、やはりオクラホマ地区でもですねメキメキ売り出してますしね、これはドリー・ファンクジュニアがね注目している選手なんでしょうね、まあ、弟のテリー・ファンクあるいはディック・スレーターといったあたりともですねなかなかいいファイトを展開しているというガイドも入っております。このランディ・タイラー現在29歳であります。キャリア7年目ということなんですが、キャリア十分の極道コンビを相手に全くこう臆するとこなくやってますね。やはりね、はい、それだけの実力に裏付けされているからこれだけ自信にあふれたファイトができるんでしょうね、初来日といった感じを受けませんランディ・タイラーのファイト。そしてキムドクの登場、9月13日、もう近くに迫ってまいりました UN タイトルマッチ、ジャンボ鶴田との一騎打ち、とうとう鶴田のベルトを奪うチャンスがやってまいりました。さあこの辺腰が重いのは大熊だ、腰が重い大熊、そのまま日本サイドに初めて外人を連れてきたキムドクを連れてまいりました。やっとチャンスをつかみましたね日本極道コンビ、ああいう形になってね、低く腰を落とすと大熊選手との力ありますね、はい、さあ2人がかりの攻撃、後ろから羽交い締め、大熊元氏であります。極道ファイティング、そろそろ見られますか。ダブルチョップです。そしてナックルベアパンチ、グレート小鹿髪の毛を持って、大熊の石頭が待っていた、大熊の石頭が待っていました。これはいい、これはいい攻撃だ。初めてフォールいたしました。しかしカウント2、キムドクが払いのけます。こういった攻撃が極道コンビらしいんですよね。そうですやはりね、小鹿君にね、エンジンがかからないと極道コンビというのはね、パッとしませんね、まあ、この辺りから、どんどんエンジンを回転させていって、それにこうして、大熊君がまたどんどん馬力を上げていくと、はい、それがいい回転なんですね。そうですね、まあ、ザ・ライディングサンという名前でアメリカ本土遠征以来12年3年に及びますこの2人のコンビ、グランドでのヘッドロック、ちょっと喉元のあたりに食い込んでいるようであります。こういったあたりレフリーのブラインドをついてチョークに持ちかけるんですよね、グレート小鹿。そうです、
しかもね、はい、やはりあの極道流というのはですね、レフリーがはっきり見てるときが2人がかりのダブルトーキック、この辺もいい綺麗なね、はい、タッチを見せておいて、でレフリーが今度あの目をごまかすときにですね、の伏線にするわけですよね。このポジションもいいですね。そうですそうです。もうそれはなんといってもね、タッグマッチというのは自分コーナーで戦うこと、これがもう定石です。ランディ・タイラーが入ってまいりました。しかしこれは認められません。そしてレフリーのブラインドを利用して2人がかりの攻撃、極道コンビ冴えています。さあロープに飛ばした、そのまま大きくショルダースルー、キャンバスが波のようにうねりました。カバーにいったカウント2、ランディ・タイラーが入りました。この辺ちょっとまだタイミング合いません。大熊元氏が入りましたが、これはうまくタッチはしていませんでしたね。全然ノータッチですね、はい、ダイビングヘッドバット。さあどうか、キムドク危うし、キムドク危ない。今日のリング上は横浜の後援会から新しいグリーンのガンをもらいまして、打倒鶴田の息がますます上がります。キムドク、ちょっとこのベテランの大熊元氏、グレート小鹿、極道コンビに捕まっています。サウスポーのパンチ攻撃、大熊元氏、やはりね、タッグマッチというのはあの戦うテクニックが実に難しいんですよね、はい、ですからレフリーがちゃんと見てるときに正式にね、きれいにタッチをしとく。そうすると今度は音だけでもタッチをしたような錯覚に陥る。そうですね、この辺がね盲点なんですね。その辺の駆け引きは非常にうまい極道コンビ、またもや大熊元氏の石頭が待っていました。キムドク、これはたまりません。まあ、日本を出てアメリカ本土をサーキットするときにはアメリカで骨を埋めようと決心、まあ、人には言えない苦労をやってメインを取れるようになって日本来日、まあ、3年前に帰ってきたわけですけれども、アメリカにいる3000人のレスラーの中で下積みから這い上がったエリートの一人だと本人も自負しております。まあ、それは認められますよね。そうですね、はい、もうやはりね、今の立場というものを見ればね、もう本当にね、大したものになったと言っていいでしょうね。まあ、それだけに打倒鶴田には本当に燃えるわけですよね。そりゃそうですよ。さあキムドクが怒りのパンチです。膝を打ち当てた。そしてランディ・タイラー満を持して登場、サウスポーからパンチ、そしてロープに飛ばします。何が待っている、大きくショルダーする、ちょっと汗で肩が滑った、肩が滑りました。おっとドロップキックですね。空中戦法を見せました。大きくなたのように振り下ろします。パンチ攻撃、そしてエルボー攻撃、休む暇を与えません。ランディ・タイラー重戦車のように攻撃突進突進であります。そうヘッドパッドですね。そうですね、おっとこれは仕掛けた本人がタイラーの方も倒れました。うん、やはりね、小鹿君の頭も相当硬いんですね。ちょっと調子に乗りましたランディ・タイラー。しかしこのコンビネーションといいましょうか、ランディ・タイラーの攻撃もいいですね。うん、あのね、体が大きい割にはね、実に小回りが効くし、はい、あの動きにスピードがありますね。うん、今回初来日、なかなか豪快なファイト、大熊が入りました。ちょっと攻撃を一人で受けていますグレート小鹿、顔面かきむしり、サフォケーションフロー、窒息攻めに来ましたグレート小鹿、大熊が入ります。まあ、今夜のリング上残暑が残っていますけれども、電源コロシアム外ですので、ちょっと風が涼しいからやりやすいですよね。そうですね、コンディション的には非常にいいと思いますね、はい、カバーに行った大熊、しかし髪の毛をつかみましたランディ・タイラー、目まぐるしい攻防であります。なかなかいいファイトを展開しております、両チームであります。このパンチもですね、スイングをつけてのパンチ、なかなかすごいですね。やはり体重のある人独特の打ち方ですね、はい、さあ日本陣営、膝が待っていましたグレート小鹿の膝、ダイビングのヘッドパッド、スマックのあたり、大きなお腹にヘッドパッド、そしてグレート小鹿にタッチです。コーラーマット最上段から何が待っている、そのままフライングのパンチ攻撃であります。背中に攻撃を加えました。しかしカウントが入らないうちにランディ・タイラーが払いのけます。まだまだ強靭なスタミナを持っています。コーナーマット最上段、髪の毛を持っての攻撃、1回転2回転、これはグロッギー状態であります。さあそろそろ殺人パターンといいますか、フォールを奪う体勢に入りたいですね。そうですね、しかしまだまだね、
余力を残しているような感じがありますね。まあ、それだけに外人サイドはスタミナパワーあふれるコンビということになりますね。そうです。今のこういうね、地味ですけども腕攻めはいいですよ。この、ね、腕の付け根を、ね、集中的にやられると今これね、ダブルアームロックの形と言っていいでしょうね。あの肘と肩の付け根と両方やはり痛めつけられてますからね。2箇所を痛めつけてる技ですね、はい、そうです。しかし後ろから行くのがキムドク。レフリーの和田恭平がカウントを数えます。徐々にこのランディ・タイラーを日本陣営に引きずり込もうというグレート小鹿であります。上から襲いかかります。肩と肘のあたりをダブル攻撃で攻めつけていますグレート小鹿。さあどうか、おっとっとと、そのまま腰に乗せてキムドクをタッチ。すごい馬力がありますね。そうですね、はい、しかしこのタッチはどうですか。和田恭平は認めていません。あ、大熊元氏のブラインドついたわけですね。いやちょっとレフリーはね、今日疲れた感じですね、はい、二人がかりの攻撃が続いていました。ランディ・タイラーちょっと大きく肩で息をします。ロープに飛ばしてカウンターのドロップキック130キロカバーに行ったが外人サイドだ。キムドクの足が伸びた。キムドクの足が伸びました。そしてタッチ、キムドクの登場。第2次サマーアクションシリーズ打倒するたび燃えます。ロープに飛ばして、おっとこれは喉元へのハイアングルのドロップキックであります。キムドク、そしてドリルはホールパイルドライバー、ゆっくりと大熊元氏を沈めました。カウントとカウント2、カウント2であります。グレート小鹿が入りました。ランディ・タイラーにタッチ、そしてロープに飛ばしたタイラーのカウンターのフライングのエルボードロップ、そしてドロップフライングエルボードロップであります。カウントどうか。一発目はね、はい、何かねジャンピングヘッドバットのように見えましたね。なんか胸元の方に当たったような気がしますね。そしてそのままカバーいたします。そしてキムドクがフライングの2ドロップを見せました。カウントどうか、カウント3入った。カウント3です。流れるような外人大型パワーコンビのタッチワーク、空中戦法はなかなか良かったですね。今ね、大熊君がもう少し足を伸ばせばロープにかかった地点ですがね、惜しかった。なんかこうちょっと、エビに丸められたような感じもしましたけどね。ロープ際に入ったんですけれども、そこはこのランディ・タイラー、キムドクがっちりとロープに足を伸ばさせませんでした。グレート小鹿を仕留めています。はい、実にうまいコンビネーションですね。これはなかなかですね、素晴らしいコンビネーションですよね。はい、素晴らしいです、はい、パワーもあります、コンビネーションもあります、空中戦法もあります。しかし極道コンビ怒りが収まりません。キムドクを追っ払いましたグレート小鹿、そして大熊元氏がランディ・タイヤを外に吹っ飛ばしましたけれども、勝負の方は大熊元氏が外人サイドに敗れております。エンジンかかるのが遅かったですね、日本チームは。ちょっとね、まあ、その前にね、エンジンがかかる前に何かちょっと翻弄されてしまったという感じがありますね。なかなかのこのランディ・タイラー、そして、キムドクのこの2人のチームもですね、いい味がありますよね。そうです、ほら強力なチームですね。さすがのドリー・ファンクジュニアが全日本プロレスの馬場のもとに推薦いたしました。このランディ・タイラー、なかなかの大型のテクニックを発揮いたしました。キムドクはエプロンにいます。そして極道コンビと睨み合い、大熊元氏がどうやらランディ・タイラーと一騎打ちを挑みました。髪の毛を掴んだ。そしてグレート小鹿が入ります。キムドクも入った。4選手が入り乱れております。レフリーの和田恭平、もう勝負がついたということを宣告していますけれども、まだまだ4人が入り乱れております。ハンマーパンチ、さあどうかどうか。今度はグレート小鹿を放送席の目の前、大熊元氏も吹っ飛ばされました。ランディ・タイラー、なかなかのファイト展開。勝負の方はランディ・タイラー、金属組が日本サイド極道コンビを破りました。なかなかの大型パワーコンビ、日本初来日、いいファイトを展開いたしました。